西広島タイムズを発行しております。株式会社エルコのマスコットキャラクターエルコちゃんは皆様に元気、ワクワク、ハッピーをお届けします。毎週金曜日11時からのエルコちゃんタイムズ、よろしくね。ハッピーハッピーミーラッキーラッキーチャンス、ゴーゴーレッツゴー、エルコちゃんどんな時もよろしくね。 NCOL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 。 いろんなことが You are listening to FM 廿日市 76.1。 Hello everyone, how are you doing?エルコちゃんタイムズハジャスタディ。 This program is brought to by エルコカンパニーリミテッド、 Disseminating by 西広島タイムズウェブサイト。 We will send you energy, excitement, smile and happiness。 皆さんこんにちは。エルコちゃんタイムズが始まりました。この番組は西広島タイムズウェブサイトを発信している株式会社エルコの提供で お送りいたします。皆様に元気、ワクワク、笑顔とハッピーをお届けします。番組の最後にプレゼント応募のキーワードを言います。そのキーワードを西広島タイムズ LINE アカウントより入力して申し込んでくださいね。本日のパーソナリティは西広島タイムズ編集長のエルルです。初めての単独パーソナリティで緊張しています。いつものパーソナリティの沖野有沙は所用でお休みです。よろしくお願いいたします。今日も FM 廿日市のスタジオでゲストさんをお迎えして頑張ります。本日のゲストはクリップ広島の中尾さんです。 I gonna do my best、 エルコ頑張る子、勇気も頑張る子。ありがとうございます。皆様、英語が大得意の沖野有沙とは反対に、私は英語がちょっと苦手です。番組冒頭で不慣れな英会話を聞かせてしまいましたが、沖野が作った原稿なのでご容赦ください。番組30分間頑張りますので最後までお付き合いください。西広島タイムズはウェブサイトだけではなく Facebook、Twitter、Insta、LINE アカウントがあります。身近な地域の最新情報を配信しているのでぜひフォローしてくださいね。ラジオは万が一聞き逃したら翌週公式 YouTube チャンネルで聞けます。エルコちゃんの LINE スタンプ第1弾第2弾もよろしくお願いいたします。西広島タイムズからのお知らせ。はい、では西広島タイムズワクワクプラスウェブサイトをクリップ広島の中尾さんと一緒に見ていきます。中尾さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さてさて、気になる記事はありましたでしょうか。はい、私が気になった記事は、チチヤスの記事と、カンドゥの記事が気になりました。はい、カンドゥ、はい、カンドゥ、こちらはボートレース宮島さんで3月25日から4月9日の春休み期間中開催される体験型テーマパークになります。広島で初開催になります。こちら何かどういった点が気になりましたか。広島県の初開催ということで、キッザニアっていうのはお子様にもすごく人気だと思いますし、せっかくの春休みなので体験できたら面白いなと思って気になりました。はい、ちょっとキッザニアさんとは違うんですけど、また似たようなお子様に実際のそのお仕事を今回8種類のアクティビティですね、体験していただいて、でカッチンっていうお給料が支払われて、それでオリジナルグッズとかを買うショッピングも楽しめるということで、人気が高くなりそうですね。はい、予約も今現在受付が始まっているので、ご興味のある方ぜひ西広島タイムズのウェブサイトから記事をご覧ください。さて、もう一つありますか。はい、父屋さん、はい、父
チオスはまたどのようなところが気になりましたか？はい、私も毎朝のヨーグルトを食べるんですけど、まあ、実際にあの工場見学もできて自分オリジナルのヨーグルトも作ることができるので、まあ、思い出になりますし、あの体験したいなと私も思いました。こちら父安さんの工場見学が、まあ、予約受付中ということを紹介した記事なんですけれども、実際に私が先日取材に伺ってあの工場見学の体験をしてきました。で、工場見学なんですけど、工場の中を見学できるわけではなくて、まず映像であの父安さんの歴史とか、まあ、どういった形でヨーグルトが工場で作られているかというのを映像で勉強します。で、その後にあの工場が隣にある父安さんならではで、もう出来たてのヨーグルトを試食します。あのヨーグルトをトラックとかで配送して揺れると、うん、またちょっとその食感とか変わってくるみたいで、それがその配送される前の味を楽しめるということで、ちょっと貴重な体験でした。で、その後そのパッケージを油性ペンで絵を描けるんです。そうなんですね。絵は得意ですか？いや、私は絵は苦手ですね。実際描くのは、はい、そうなんですね。まあ、本当に自由に描いて、それをあのドライヤーでその場でこう貼り付けていく、熱で貼り付けていくっていう様子もすごく面白かったですし、すぐにできるんですね。はい、でその後実際にヨーグルトを作って、あの鍋で温めながら牛乳をですね、作っていきます。で、これでまた面白いのが、そのできたヨーグルト、まあ、作ったヨーグルトを1日その父安さんであの発酵して、まあ、いろんな検査をした後に、なんと自宅に届けてくれる。すごい。だから自分で作ったヨーグルトを自分で食べる。あ、素敵ですね。はい、本当にそのなかなか体験できない、できないですね、見学会が、予約を受付で、実際は3月の25からスタートです、で、ちょっと今予約の方が結構埋まっているみたいですので、まあ、随時その予約サイトをご覧になってチェックしてみてください、はいはい、では本日の1曲目に行きたいと思いますが、中尾さん、これはどうしてこの曲を選んだんでしょうか？はい、まあ、仕事だったりとかプライベートだったりとかで、まあ、悩んだ時とか頑張りたいなって思った時にすごく励まされている曲なので、今回選ばせていただきました。実際に中尾さんが何歳ぐらいの時にこの曲に励まされたんですか？私がでも大学生ぐらいの時には聞いてたので、まあ、でも主には社会人になってからよく聞くようになったかなと思います。じゃあ今現在も実的に聞いて励まされてるんですね。わ、はい、かりました。では改めて曲紹介の方お願いします。はい、安室奈美恵さんのベイビードンクライです。走れるパンプス40万足売り上げました。ビッグニュース、2023年3月に江田島早瀬大橋ふもとでビュッカグランピングをオープンします。江田島で非日常的なゴージャスなキャンプをお楽しみください。アクアガレージ公式サイトでチェック。アクアガレージ。今週のエルコちゃんが会いたい。はい、では本日のゲストは中区千田町にあるクリップ広島の中尾さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。中尾さん、ラジオは初めてですか？過去に1回か2回出たことがあります。なんかあんまり緊張されてるように見えないです。いや、緊張してますね。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、さてさて、クリップ広島、はい、耳にしたことある方もいらっしゃると思うんですけれども、どのような施設なんでしょうか？はい、クリップ広島は、人と人、人と広島、人と車がつながるということをコンセプトにしている施設で、私たちが自主でイベントを企画したり、お客様にスペースを貸し出したりして、まあ、地域の方々に向けて主にイベントを開催している施設になります。はい、いつ開館されたんですか？はい、2016年の10月に開館して、今年の10月で7周年になります。そうなんですね、はい、7年も7年目に入られるんですね。はい、はい、
先ほどの説明で人と車というキーワードが出てきましたけれども、うんはい、このクリップ広島、広島トヨペットさんがされてるんですよね。はい、はい、そうなんです、はい、なんか車を販売するイメージのトヨペットさんですけれども、はいね、またこういった施設をされてるのはどのような理由からなんでしょうか。はい、まあ車に興味のないお客様だったりとか、まあ、広島トヨペットを知らないお客様にも広島トヨペットのファンになってほしいという思いを持って日々活動しているんですけども、まあ、車を売るだけではなくてイベントなどを通して楽しいお客様に楽しんでほしいなという思いを持って日々活動しているという感じになります。なんか本当あの施設ってすごいガラス張りの、はい空間で屋内にいながらなんか外にいるような開放的で過ごしやすいところではありますよね、はいはい、2階にはカフェもあるとか、はいはい、どのようなカフェなんでしょうか。はい、主にはまあハンバーガーだったりとかを販売しているんですけど特にこだわっているのが広島県産の食材を使ったランチメニューだったりとかあとカフェメニューだったりとかっていうところに意識をして提供しているレストランになります。ちなみに中尾さんが好きなメニューとかあるんですか。はい、私は庭バーガーが好きですね。庭っていうのは28、そうですね、庭カフェの庭から来て庭バーガーになります。そうですね、カフェのお店の名前が庭カフェと、そうですね、はい、いうので、はい、庭バーガー、まあ、代表的なメニューなんですかね。はい、はい、そうですね。うん、一応庭カフェっていうのはみんなの庭になるようにというような思いを込めていて、まあ、リラックスできるような空間でお客様にお食事いただけるようなレストランになってます。そうなんですね、はい、ぜひ皆さんまだ行ったことない人は行ってみてください、はい、でクリップ広島さんは広島クリップ新聞というウェブメディアも展開していらっしゃいます、はい、こちらはどのようなメディアになるんですか。はい、広島県で活動されている人だったりとかお店にフォーカスをして、毎週記事を木曜日に更新しているウェブメディアになります。いつからこちらはスタートされたんですか。はい、2021年の12月からスタートしております。今まで何人ぐらいの人が登場されてるんでしょうか。はい、今までは、120人ぐらいの方をこれまで取材してきました。120人も広島の人が乗っているっていうことなんですね。もしかしたら誰か知ってる人が乗っているかもしれません、はい、まあ、ただその車のイメージが強かった強いトヨペットさんですけれど も、うん、もうこういった車だけではなくてイベントだったりでその関係性を、はい、人と人とのつながり関係を、ね、育んでいこうとしていらっしゃるっていうのが、はいはい、感じられるお話でした。うん、はい、すいません、じゃあちょっと2曲目に行こうと思います。2曲目はミスターチルドレンの星になれたらという私のリクエストの曲になります。まあ、私の娘もこの春中学を卒業して高校生になるんですけれども新たな生活新生活を迎える方に向けてですねちょっと応援したいという思いで選びました。ではどうぞ。ボストンで人気ナンバーワンモンドセレクション2年連続金賞受賞。広島名産のレモンをぎゅっと閉じ込めた広島レモンスティックケーキ。頑張った自分のご褒美に、またお土産にも最適。ぜひボストンへ。はい、今月のプレゼントは株式会社ボストンプレミアムレモンスティック8名様とアクアガレージ走れるパンプス1名様です。それではキーワードを言います。春が待ち遠しいエルコちゃん、はい、こちらのキーワードを西広島タイムス LINE アカウントより入力して申し込んでくださいね。あとはがきでも受け付けます。郵便番号 733-8675 西広島タイムスエルコちゃんタイムスプレゼント係までご応募ください。住所を書かなくても郵便番号で届きます。締め切りは3月31日までです。はい、それでは中尾さん、はい、そのクリップ広島で近日中のイベントお知らせありますか。はい、はい、
3月の26日今月なんですけども、11時から15時で広島白日といって広島を知ろうという日という回文になっているんですけど、広島を楽しみ尽くそうということをコンセプトにしたイベントが開催予定です。広島白日回文っていうと、あ、広島を知ろうという日で広島白日、上から逆さから読んでも広島白日っていう感じになってます。素敵です、どのようなあの内容のイベントなんですか？はい、今回で第8回目になるんですけど、今回は東広島市と三原市と広島市のお店の方々に来ていただいて、約25店舗の方々にご出店いただいて、各地域でしか体験できないことだったりっていうのがイベントで開催される予定になってます。例えばドリンクとか、はい、スイーツとかも味わえるということですか？そうですね、はい、はい、その地域のグルメだったりとか体験だったりとかっていうことが、あのイベントに来たら体験できるようになっております。すごくあの魅力的なイベントですね。はい、はい、こちら、情報、イベントの情報は、クリップ広島のインスタグラムで発信されてるんですかね？はい、あの毎日出店者情報だったりとかを発信しておりますので、皆さんよかったらご覧ください。はい、ぜひ皆さん、あのクリップ広島のインスタグラムで確認をして、もう一度お日にち、企画の日にちよろしいですか？はい、今月の3月26日日曜日の11時から15時での開催になります。ぜひ足を運んでください。駐車場はどうなってるんでしょうか？駐車場のご用意がございませんので、あの近隣のコインパーキングに停めていただくか、公共交通機関でお越しいただけると助かります。はい、ありがとうございます。いや、すごくイメージしただけでも楽しそうなんですけど、はいはい、中尾さんの特にこのお店のこれ食べてほしいっていうような、うん、体験してほしいとかありますか？ですね、八天堂さんが出張でワークショップをしに来てくれるんですけど、八天堂さんのクリームパンを使ったスイーツバーガー作りというような体験ができるので、そちら予約制になっているので、あのもしよかったらご参加いただけたら嬉しいです。すごい、はい、八天堂さんのクリームパンを作れる。はい、はい、そうなんです。そのクリームパンを使ってフルーツを挟んだりしてっていう感じで、いつもはあの八天堂さんの工場の中で体験ができるんですけど、はい、その体験をあのクリップで体験できるように今回ご協力いただきました。出張工場体験みたいな。今までもやったことあるんですか？近隣の、私たちはやったことはないんですけど、八天堂さんも、はい、あのこういったことはあの広島市内に出てくることは初めてということだったので、はい、なかなかできない体験だと思います。素晴らしいですね、はい、美味しいし体験もできて、はい、販売もありますので、販売も、はい、なかなか、ね、広島空港の方でしたっけ、 あちらまで行かないとできないようなことが、はい、26日は体験できます。体験できるということでおすすめです。はいはい、皆さんぜひ足を運んでみてください。もう、あ、中尾さん、すいません、もう一個なんかどこかありますか？そうですね、あとは東広島市なんですけど、あ、すいません、あと三原市なんですけど、あのタコが有名なんですけど、はい、タコ丼が食べれたりとか、あとうちの庭カフェでもあのそういった酒粕、西条の酒粕を使ったチーズケーキだったりとか、うん、あのタコを使ったランチプレートだったりとか、その地域でしか食べれない限定メニューもあのイベントの期間を通してあの発売販売予定なので、あのもしよかったらそちらもお食事で楽しんでいただけたらなと思います。いつもの庭カフェさんにはないメニューが、そうですね、期間限定のメニューでありますので、はいはいはい、ぜひイベントの期間にご来店いただけたら嬉しいです。クリップ広島が盛り上がりそうなイベントです。はい、では、最後にリスナーさんにですね、メッセージを一言いただけますか？はい、クリップ広島ではさまざまなイベントを開催しておりますので、皆さんにも今後も広島中の体験をお届けできるように活動してまいりたいと思いますので、皆さんどうぞ遊びに来てください。ありがとうございます。本日のゲストはクリップ広島中尾さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、そしてパーソナリティは西広島タイムス編集長のエルルでした。来週のゲストは広島紅葉ライオンズクラブ会長の元谷辰徳さんです。エルコちゃんこと沖野ありさがパーソナリティを務めます。お楽しみに。それでは皆さん、本日も笑顔でね。 Keep a smile, see you next week, have a nice day。 株式会社エルコ西広島タイムスプレゼンツ、エルコちゃんタイムスでした。We had a really good time. Thank you for coming here to join us. Thanks again. それでは一緒に元気にバイと言いましょう。せーの、バイ。だから